子供のこと、もう少しちゃんと考えた方がいいんじゃないのか。え？お兄ちゃん、どういうこと？ああ、いや、俺があんまり口を挟むことじゃないだろうけど、やっぱり一緒にいられるときは一緒にいた方がいいと思うんだよな。子供のためにも。お前もいろいろ忙しいとは思うが。はあ、うん、できるだけ一緒にいるつもりだけど。そうか、それならよかった。うん、分かってるならいいんだ。じゃあな。うん、またね、お兄ちゃん。今のお兄ちゃんからの電話は何だったんだろう。私は葵。今電話してたお兄ちゃんは5つ上で結婚している。昔は兄弟仲が良かったんだけど、今はお兄ちゃんが地元を離れて暮らしているため疎遠になってしまった。そんなお兄ちゃんから久しぶりの電話、一体どういう意味だったんだろう。姉さん、何か悩み事ですか？姉さんはストレスを感じてはいけない身です。姉さんを悩ませるやつは俺たちがぶっ飛ばしますから。ほら、どこにいる？出てこいや、俺たちがケチョンケチョンにしてやる。待ちこい。マサちゃんたち、うるさい。見てよ、みんな怖がってるから。というか、気持ちは嬉しいけど鬱陶しい。注目の的になって恥ずかしいし、みんな帰ってくれない？葵、お前危機感ってものがねえのか。道端にはどんな危険性が潜んでるかわかんねえんだぞ。こんな大事な時期にお前を一人にできるわけねえだろう。やばい、黒猫がいる。おい、姉さんの前を通らせないようにルートを変えるぞ。こっちだ、こっちに来い。ねえ、ダメだ。諦めるんじゃねえ。ほら、猫じゃらしだ。またたび、誰かまたたび持ってるやついねえか。頼む、いいねで買うから譲ってくれ。うわ、もう本当に鬱陶しい。ついてこないで。私はコンビニに行くだけなんだから。ああ、はい、すいません。ふん。いいんですか、一人で行かせちゃって。一人で出歩くのは危険じゃ。仕方ない、葵のやつを怒らせると誰よりも怖いんだ。ここは引くしかねえ。これ以上しつこく食い下がったら大変なことになる。遠目で見守ろう。そうなんですね。わかりました。やばいです。姉さんこっちに気づいてます。めっちゃ睨んでます。帰るか。まったく、マサちゃんたちってば。大げさすぎるんだよ、いつもいつも。それほど大切にしてくれてるのは本当にありがたいことなんだけどね。葵ちゃん、よかった、葵ちゃんに会えて。え、お姉さんどうされたんですか？どうしてこんなところに？葵ちゃんにお願いがあってきたの。この子を預かってくれない？え、この赤ちゃんは？ん？あなたのお兄さんと私の子だけど。え、いつの間に生まれてたんですか？あれ、言ってなかったっけ？全然聞いてないですよ。おめでとうございます。うん、ありがとう。そっか、二人の子供。私は葵。よろしくね、はるちゃん。それでさ、預かってもらえる？できたら1ヶ月くらい。1ヶ月も？うん、夫婦水入らずで旅行に行きたくてさ。私で大丈夫ですか？まだかなり幼いですよね。私、自信がないんですけど。大丈夫大丈夫、気合と根性でなんとかなるって。あなたのお兄さんから葵ちゃんは根性がすごいって聞いてるし。ってことでよろしく。ああ、春に関する連絡は全部私にしてね。あなたのお兄さんは春のことよく分かってないから。ちょっとお姉さん。うぅ、言っちゃった。でも大丈夫かな。まあ、マサちゃんたちもいるし、なんとかなるか。とりあえずうちに行こう、はるちゃん。びっくりだな。まさかお兄ちゃんたちに子供がいたなんて。しばらく連絡は取ってなかったけど、子供が生まれたことぐらい報告してくれたらよかったのに。というか、
この子と1ヶ月暮らすのか。私ちゃんと面倒見られるかな。こんな小さな子の面倒が見れるかちょっと心配。ってことでこの子しばらくうちで預かることになったから、みんな仲良くしてあげてね。まあいいけどよ、本当に大丈夫なのか、うちなんかで。春怖がってないか。確かに怖がってるね。でもそれはきっとみんなの顔が怖いからだよ。主に犬塚さんのせいですね。なんだと。ああ間違いない。ちょっとほら、みんなが怖いから泣いちゃった。犬塚さん、俺のせいじゃないだろ。よしよし、はるちゃんちょっと待っててね。今みんなのこと可愛くするから。え、可愛くする？いいからみんなこっち来て。私にかかればこわもてのみんなも可愛くなるから。よし、久しぶりに気合い入れちゃうよ。30分後。できた。はるちゃん、これなら怖くないでしょ。みんな可愛いよね。余計に引いてないか。大丈夫、まさちゃんとっても可愛いよ。もうね、本物の女の子みたい。そうか。なんで照れてるんすか。穴があったら入りたい。とりあえず犬塚さんの写真は撮っておこう。撮るんじゃねえ。ほら、はるちゃんも喜んでる。やっぱり可愛いよね、はるちゃん。これいつまでやらされるんだろう。え、はるちゃんが帰るまでに決まってるでしょ。姉さん、1ヶ月もやるんですか。もちろん、はるちゃんのためだもん。こんなに気に入ってもらえてるんだから、みんなも嬉しいでしょ。マジっすか。可愛いか。あ、こうして私たちとはるちゃんの生活が始まった。はるちゃん最初は緊張してたけど、みんなが可愛い格好をしてくれたおかげで少しずつ慣れてきた。ただうちの周りにあまり人が寄りつかなくなったけど、まあ気にしなくていいか。そして1ヶ月後、今日ははるちゃんが帰る日。私ははるちゃんを駅まで連れて行った。ここにお姉さんが来る予定。はる、迎えに来たわよ。久しぶりね。元気してた？うん。葵ちゃんもありがとうね。また預けるかもしれないけど、その時はよろしく。わかりました。あ、それとこれは旅行のお土産。じゃあ新幹線に乗り遅れちゃうから行くわね。またね、はるちゃん。あー、寂しいな、はるちゃんと別れるの。またね、はるちゃん。待ってるわよ。元気でね。ちゃんとお母さんの言うこと聞くのよ。みんな何やってるの。何って、はるちゃんの見送りじゃない。その口調は。どうせならもっと可愛くなろうって、まさこちゃんが。最後はもっと可愛くなった私たちを見せようって、まさこちゃんが。俺たちはやりたくないのに無理やり、まさこちゃんが。なんだと。私ちょっと用事があるから先に帰るね。姉さん、ひどいわよ。ちょっと引いたでしょ。あなたがこの格好しなさいって言ったんだからね。待ちなさい、姉さん。あれ、可愛くないのか。口調まで変えちゃうとちょっとね。それに冷静になってよく見たら、あんまり可愛くなかったし。知り合いだと思われないように先に帰ろうっと。ごめん、みんな。そしてはるちゃんと別れて1ヶ月が経ったある日のこと。ああ、はるとまた会いてえな。女装がしたいだけじゃなくて、まさちゃんを目覚めさせちゃったんだね、私。ちげえよ。俺もそうかと思った。こら、りゅう、違くてさ、はると会ったらやっぱり子供っていいなって思って、俺も早く子供が欲しいよ。あれ、姉さん。ん、どうしたの、犬塚くん。携帯が鳴ってないですか。あ、本当だ。お、ちょうどお兄ちゃんから。またはるちゃん遊びに来たりしないか聞いてみるね。おお、じゃあ準備しないとな。
なんで真っ先にメイク道具出してるんですか。やっぱりそういう趣味が。ちげえ、本当にちげえんだよ。ただ春を喜ばせようと思って。ちょっと静かにして。すまん。もしもし、お兄ちゃんどうしたの。葵、いい加減にしろよ。へえ、何が。なんかお兄ちゃんが怒ってる。心当たりが全くないんだけど。何がじゃない。1ヶ月も先に自分の子供を預けるな。ちょっと何言ってるのお兄ちゃん。この1ヶ月ずっと春ちゃんのこと先が面倒見てるんだぞ。というか今回だけならまだしも、何度も何度も春ちゃんを先に預けてるじゃないか。何言ってるの。春ちゃんはお兄ちゃんの子供でしょ。は、私の子供は今お腹の中にいるけど。は、ちょうど今病院なんだよね。そんな嘘。嘘じゃないって。私に会いに来たらわかると思うよ。お腹が大きくなってるから。あ、じゃあ春ちゃんは誰の子なんだ。お兄ちゃんとお姉さんの子じゃないの。お姉さんはそう言ってたけど。なんだって。あなたどうしたの。春ちゃん、葵の子じゃないのか。え、もしかしてその電話葵ちゃん。ああそうだ。いや、葵ちゃんの子に決まってるでしょ。葵は今妊娠しているそうだ。今産婦人科にいるんだって。エコー写真も送られてきた。こんな短期間で妊娠できるわけないだろ。え、葵ちゃん妊娠してたの。これ以上どう言い訳をするつもりだ。あ、いや、その子は一体誰の子なんだ。あ、おい逃げるな。待て。どうしよう、思わず逃げちゃった。でもこの子が前の旦那との子供なんてあの人には言えない。未婚だって嘘ついて結婚したから。こうなったら春を山に捨てて、この子は友達の子だったとか適当にごまかすしかない。よし、ここに置いてっと。なるほど、そういうことですか。え、葵ちゃんどうしてここに。サキさんが春ちゃんを連れて逃げたと聞いて、はるちゃんが心配でお姉さんの携帯の電波を追ってヘリコプターで追ってきたんです。ヘリコプター？電波？そういうことよ。なんでまたこの格好を。はるちゃんのためよ、我慢しなさい。ほら笑ったわ。みんなスマイルスマイル。ほら。うえ、てめえ。何こいつら、何なの。ヘリコプターはあるし、携帯の電波で追ってくるし、こんな奴らを引き連れてくるって。葵ちゃん、あなた一体何者なの。あれ、お姉さんに伝えてませんでしたっけ。私、噂組組長さつき正宗の妻なんです。はあ、極妻だって言いたいの。はい、ちなみにこの人たちは私の旦那と組員です。いや、それはさすがに嘘でしょ。こんな格好した奴らがヤクザなわけ。これを見ても信じられない。え、その黒いものはもしかして拳銃。あ、本物のヤクザなの。だからそう言ってるじゃないの。この格好じゃ信じてもらえないと思うけど。私たちはれっきとしたヤクザなの。お姉さん、はるちゃんを捨てようとしてたんですよね。いや、本当に捨てるつもりは。本気だったでしょ。私、子供を傷つけるような人がこの世で一番嫌いなんですよ。生き地獄を見せてあげるから覚悟してください。マサちゃん、リュウ君、犬塚君、ヘイジ君、この人のこと海外のゴミ山にでも捨ててきて。ちょっと冗談でしょ。冗談？本気に決まってるでしょ。ちなみにゴミ山から出てきたら、あなたの眉間に風穴をぶち開けますから。ね、怒らせたら怖いでしょ。まさこちゃんが言ってる意味は分かったわ。じゃあみんなよろしく。私ははるちゃんをとりあえずお兄ちゃんの家に連れて行くから。ほら行くわよ。立って。やだ。こうしてお姉さんを海外のゴミ山に捨ててきてもらった。なんでこんなことをしたかというと、
お姉さん浮気をして前の旦那さんに離婚されたんだけど、慰謝料を払わずに逃げたらしい。その逃げてる最中に妊娠が発覚。前の旦那さんに言うこともできず、こっそり一人で産み、その後すぐにお兄ちゃんと出会って、離婚歴や子供のことを黙って結婚。はるちゃんはいろんな友達の家に預け、どうしても預かってもらえないときは私の子ということにして自分家で面倒を見ていたそうだ。うん、ゴミ山に捨てて妥当な人間だよね。ちなみに前の旦那さんにはお姉さんの金品が家に残っていたので、それらを売って慰謝料として渡した。そしてはるちゃんは前の旦那さんの元で暮らすことになった。前の旦那さんはお姉さんと違って子供好きで優しそうな方だから、きっとはるちゃんは幸せになれるだろう。そして数ヶ月後、生まれたのね、葵、よく頑張ったわね。うん、元気な女の子って。え？とっても可愛い、天使みたい。癒されるわ。まさちゃんたちのその格好は何？はるちゃんもこれで喜んだでしょ。だからこの格好をしようと。まさちゃん、この子の顔見て、ドン引きしてるわよ。気合い入れてメイクしたのに。親父、そういう問題じゃないと思います。よかった。もしお嬢が気に入ったら一生これをやることになるところだった。お嬢に感謝ですね。こうして私たちの子供が無事に生まれた。これからいろんなことがあると思うけど、この子が幸せになれるよう精一杯育てていきたいな。5年後。ただいま。って、あれ、部屋が真っ暗。メイ、5歳の誕生日おめでとう。いやー、めでたいわね。本当にこんなに大きくなっちゃって。ああ、涙がちょちょ切れる。大きくなったわね。うわ、やめてって言ったよね、私の誕生日に毎回女装するの。その俺たちに引いてる顔、メイが生まれた時のことを思い出すわ。あの時のまんまの表情よね。もう一回、もう一回見せてよ。お願い、写真撮るから。おいら、毎回このくだりやばいと思う。カンタが一番まともだよね、この組で。葵、天国から見てる？メイはこんなに立派になったわよ。メイは立派になったのに、マサちゃんたちは全然立派にならないね。うん、お母さん、本当にそう思う。え、どうしたんだ、お嬢。あ、いや、なんでもない。お母さんの声が聞こえたような、気のせいだよね。メイ、誕生日おめでとう。